アイゾーマヤドクガエルは、ヤドクガエルかヤドクガエル族に分類されるカエル。ガイアナ、スリナム、ブラジル北部、フランス最大体長5センチメートルとヤドクガエル、族でも最大級。飼育下では体長6センチメートルにもなることもある。黄色、黒、死子が黒い反転の入った藍色の体色が一般的だが、体色には数多くの地域変異がある。種小名ティンクトリアスは、 染色用のノイで、英名のダイイングと同義。熱帯ウリン等に生息する。主に臨床に生息する。食生は動物食で、主にアリを食べる。繁殖形態は、卵性で、落ち葉の下等に1回に8から10個の卵を産む。孵化した妖精は背中に乗せて水場へ運ぶ。開発による生息地の減少や、ペット用の採集等により、生息数は減少している。 ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。飼育下での繁殖例も多く、繁殖個体が多く流通する。テラリウムで飼育される。腐葉土や、ヤシガラ土等の湿度を保つことのできる床材を入れ、地表を苔等で覆う。性質が臆病なため、物陰に隠れてしまうことが多くやや干渉しづらい面がある。隠れ家として、流木や観葉植物等を植え込む。 観葉植物は湿度の維持にも役立つ。大型種のため一般的に餌として用いられる。症状映えだけではなくコオロギの弱霊養虫も餌として用いることができる。長期飼育された個体や飼育か繁殖個体は毒を持たないとされるがなるべく素手では持たないようにし、万が一素手で触ってしまった場合はすぐに手を洗うようにする。ありがとうございます。